じゃ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、セリーグ巨人と阪神、最初から途中までは両方ともその得点がなかなかできないと、まあそうだな、はい、いうことで、この2チームがなかなかこう打線つながらないね、ロースコアだねって言われてたものを、巨人はあ、ちょっと阪神さんすみません、1抜きますっていう形で打線がつながらない。いやー、でもちょっと分かんないぞ、まだ。これ分かんないですか？何試合かつながったっていうだけで、これはまたじゃあ平均4点取れる打線になってきたかっていうと、はい、またそうでもないし、あ、そうなんですか、まあ、大体平均2点から 2.5 とか、はい、まあそんな感じだったけどもね、あの先日ね、18点取ったなんていう試合もあったので、ちょっと巨人は打順が落ち着いてきたのかなっていうふうに見受けられるところ、あの立岡が入ってきて変わったな、あ、うん、そうですね、上がってきて、あとはやっぱ外国人、うん、ヘルナンデス、はい、がこの2人が入ってきてちょっと打線の流れが変わったなっていう感じがするよね。やっぱしっかりしたバッティングをやってくれるよね。そうですよね、うん、なので今回の動画は、巨人と阪神の豊さんが思う今理想の打順、打線、これをちょっと深掘りしていこうかなと思います。まず巨人なんですけれども、これあの先日18点取った、ロッテ戦、そうです、18点取った、あれ18点取ったんだっけ。そうです、18点取ったんです。そんなに取った、はい、3回に一挙あの11点取りまして、9連続安打な。そうです、そうです、並んだ、で7回に2点、はい、8回に3点というふうに、まあ、初回に2点は取ってたんですけど、はいはい、合計23安打18得点という日の、はいはい、打順なんですけれども、大体これで最近固定されてきてます。1番丸選手、はい、で2番にヘルナンデス、はい、で3番吉川選手、はい、で4番岡本選手、はい、5番坂本選手、はい、で6番に立岡選手、はい、で7番岸田選手、はい、8番伊豆口選手、はい、というこの打順です。まあでもそこまでうまくいってるんだったら、うん、その打順がベストっていうふうに考えるのがいいだろうね。これ最初は変えようがないじゃん、18点も取ってんだから。そうそうそう、そうなんですね。9連続安打って、うん、その打線の流れもいいし、うんうんうん、だから、まあ、まあ最大のポイントは岡本の次に誰を打たすかっていう、だからまあ坂本が3番でなくて2番ではない、うん、そうあの2番の代役が出てきた、はい、それだったら坂本5番の方がいいよね。はい、例えば3番今吉川尚輝さん選手なんですけれども、はいはい、なんか私のイメージだとやっぱり3番坂本選手ってイメージがどうしても強いんですけど、うん、そこはやっぱり5番の方が坂本選手はいいんですか。やっぱりその中で岡本を支えなきゃいけないし、うん、やっぱりこうポイントゲッター岡本、うん、でもそこを避けられるとじゃあ次誰がいるっていうのが、うん、これがやっぱこうね、若手だとかそういうのは持たないでしょ。やっぱりあのチャンスが回ってくるし、うん、他にまあ坂本2番、じゃないければ、うんうん、2番をこう任せられるだけの選手が出てくるんだったらやっぱ坂本でもいいよ。坂本が一番ベストだよ。あ、やっぱりもうこれ半先から言い続けてるんじゃん、はい、岡本の次はやっぱ坂本を打たすのがベストだと、うん、だからそれができないようであればちょっと得点源と言ったらどうかなっていうふうに、ん、まあ、心配してたけども、はい、だけど状況的にはヘルナンデスが出てきて、うん、まあ、立岡がね戻ってくれて、はい、打線に厚みが出てくるっていうことを考えると、まあ、一番いいのはやっぱ坂本を置いて、うんうん、まあ、2番を誰かで埋めてくれる、まあ、今ヘルナンデスが埋めてるけども、はい、うん、だからまあそういうのこの流れがやっぱ一番いいのかなっていうふうには思うよね。となるとそのじゃあ2番がヘルナンデス選手ってなるとやっぱ攻撃型の2番っていう風な考え方でいいんですか、今の巨人の2番っていうのは。バントとか、まあそうだね、うん、まあ一応そこら辺は攻撃型にしたいんじゃないの。なんかこうイメージとしては今年の巨人はこうつなぐとか、まあ、そうだよね。そうだから2番にうまくつなげないんだよね。うん、つないだ時は勝ってるし、つな、はい、げなかったら直結して負けるというさ、うん、まあ、そういう勝敗もあるし、だから、まあ、一応その外国人に対してのバントっていうのは多分ないと思う、ね、うん、ないですよね、うん、だからそれはもう打たしていくという。ということは例えば、まあ、丸選手が塁に出たとなると、うん、まあ、そこは必然的に2番ヘルナンデス選手はもうバントはないっていうふうなことも考えていいんですよね。まあそうだね、うん、まあバントはないよな、うんうん、まあ彼の能力って、うん、じゃあどういう
ものを他にも持ってるのかっていうのがまだ見えてないからね、うん、そうなんです。いやこのセーフティーバントやるかもわからないですよ。エンドラインやらせたらうまいとかさ、はい、いやミートコンタクトをするのは非常にうまいからね、うん、まあ、そういう作戦をこれから取ってくるかもわからないけども、はい、でもまあ2番が立岡だとすると、うん、まあ、当てるのはうまいし、うん、広角に打てるし、はい、バントもうまいしっていうことになるよね。ということは2番立岡選手って、まあ、それでも悪くはないと思う、うん、ただ左が続くから3枚、うん、1、2、3ってだからここをやっぱこう右をかましたいんじゃないの。そういうことなんですね、まあ、で立岡も勝負強いからさ、はい、岡本、坂本、立岡って言ったら嫌だよね、うん、嫌です。岡本、立岡って言うとさちょっと弱い、まあ、弱いっていうよりも、うん、ちょっと厚みという面ではね、うん、ちょっと立岡に負担がかかりすぎるかなっていう、うん、でもその負担は坂本っていう人間が全部巻き取ってくれるっていう感じがするよね、そうです、5番だとね、うん、でその下に立岡がいるとなんかこううまく回るという負担も軽減されるというか立岡のだから、まあ、それが一番ベストだろうね。ただ坂本が休んだ時だよ。休みを入れた時にどうするかだよね。あの今シーズンはねやっぱり休ませながらっていう試合も多いのでそうなった時にじゃあ5番を違う打順の人が5番にも来て補うのかそれとも違う人をスポッとその5番に当てはめるのかベンチの人をで、まあ、例えば今伊豆口が出てて、うん、門脇が、はい、まあ、ベンチにいるよね、はい、じゃあ坂本が休みました5番が休みました、うん、じゃあ門脇でいいかっていうと、うん、まあ、ちょっとそうでもないよね、はい、なんで休んでるかっていうとやっぱこうどちらかというとこうちょっとねバッティングが今年はあまり良くないということで、まあ、あのベンチにいるわけだから、うん、だからまあ立岡をこう上げるか、あ、5番に少しでも、うんうん、まあ、あの少しの間だけでもね、ヘルナンデスを5にしてくるってことはやっぱりそこは勝負強さなんだよね。だからそれはもう今まで見てるとヘルナンデスよりも立岡の方がやっぱ勝負どころではやってくれてるっていうことがあるし、はい、これはやっぱヘルナンデスもやっぱ勝負どころで出てあのできてで長打もポンポン出てくるようであれば、うん、あの5番っていうことも考えるだろうけども、まあ、だけど相手の戦ってる時にさワンポイントは左で持ってくると、うん、そしたら 1,2,3 で1人使えるんだよね、うん、左を。そうですね、うん、だからまあそこら辺も考えると理想はできるだけジグザグの方がいいんだよね。あ、そっか。じゃあやっぱ2番ヘルナンデスなんですね。まあそう考える方が今のところはいいだろうね、うん、ただこれはもうまた変化してくるよ。あ、しますか。それはもう丸もベテランだしさ、はい、じゃあ1番が、ね、ちょっと休ませなきゃいけなくなったって言ったら、うん、誰を1番にするかとかさ、うんうん、じゃあ立岡を持ってくるかとかさ、例えばまあそこの外野がいたとなれば、例えばオコエ選手とか外野手の誰か、まあ、まあそうだね、うん、だまあ、それも考えられるし、うん、いやだからいかようによってこれはベストはどうなんだって言ったら、それは18点取った打線、うん、打順がやっぱベストだと思うよ。じゃあ今一番いい形に収まってるを見つけたという感じだ。だこれは宇田さんもおっしゃってたように立岡選手の復活とヘルナンデス選手が来て加入だよな、そこが大きいです、まあ、やっぱり大きいよね。そこのその2選手がもし今いなければすごいまだ打順模索してたら、あ、ちょっとあるかもわかんないな。で若手もこれもずっと我慢しようっていうだけのものはまだ見せてくれてないんだよね。例えば萩尾選手だったりとか、そうそうそう、佐々木選手とかちょっとやっぱりひ弱な面が見えたりだとか、はい、だから立岡ってのはやっぱりね長く飯食ってるだけにしっかりしたものは出してくれるよね、うん、そうですよね。安心感とか安定感ありますね、うん、そうなんだよ、うん、だからそこら辺に若手がまだ見えてないから、はい、だからそれはもうこの2人がいなかったとしたら、うん、やっぱ試行錯誤っていう日々は通じてるだろうな。そうですよね、うん、まあね、今成功したのが巨人なんですけれども、はい、まあ、一方で阪神ですけれども、はい、阪神はここ数日で本当に、ね、毎日目まぐるしく打順が変わっているんですけれども、これ、先日6月4日火曜日楽天との試合でのちょっと打順見ていきたいんですけれども、1番中野選手で、2番はこの日ショートに小畑選手が入ったんですけど、はい、小畑選手で、3番に森下選手、4番近本選手、5番糸原選手、
6番前川右京選手で7番に渡辺亮選手で8番にキャッチャーの梅野選手という打順この日ですけれども、まあでもやっぱもうベストはさ、うん、近本1番2番中野、うん、はい、3番森下4番大山、はい、5番里輝、はい、で6番ノイジー、うん、まあ、前川でもいいよねそこは、はい、うん、でまあ梅ちゃんか坂本か7番、はい、で木南、はい、でいいんじゃないのかなと思うけどそうですよね、去年の優勝のね、いやいや基本、いや他に取って変わって入れたいやつがいるかっていうと鍋量が当たってきてんだよね、ちょっと渡辺亮選手、現段階で2割4分4厘あの、はい、ホームランも打ってるしね、はい、で貴重な犠牲フライというかそういうのも打ってるし、ただちょっと守備というところで、うん、ファーストに入った時のあのキャッチングだったりとか、まあね、いやそれはもう慣れてないからな、まあ、いろんなところ本来はセカンドの選手だからさサードとファーストやってますもんね、うん、そうそうそう、だからまあそれは無理があるよね、いろいろ、うん、まあ、だけど、まあ、取って帰るとしたら鍋量ぐらいで、うん、他はじゃあこれを使いたいっていうかノイジーと前川どっち使うって言ったら右と左で使えばいいし、あの相手ピッチャーによってですよね、そうそうそう、だからなんていうんだろうな、そんなに変えるもう我慢しかないと思うよ、ただ今、まあ、小山選手が下に落ちました、はいはい、で里輝選手も今上がってきてません、この2人を変えた中でのベストオーダーっていうと豊さんどう思うんですか、変えた中でのベストオーダー、はい、これ4番5番をどうするかってことになってくると思うんですけれども、いや1番はやっぱ近本、あもうそこはやっぱりそうなのか、まあ、3番でもいいけどね、まあ、2番中野、うん、で3番鍋亮、うん、3番に渡辺亮選手、はい、で4番に森下、4番に森下選手なんですね、うん、で5番に糸原、うん、糸原選手、はい、か、うん、原口で、原口選手、はい、ああそうだよ、うんうん、糸原、うん、あの原口選手、糸原選手は入れる、糸原、あれ使えないか、もう使えないね、中野と木南を使うから悩んでおります、いやだから、うん、あれでいいよ、まあ、糸原はもう切り札として鍋量をファースト、はい、そうですね、うん、でサードに糸原、うん、原口選手はじゃあベンチか、まあ、状態の良さで原口をファーストに入れて、うん、鍋量をちょっとスタート外すとかベンチに、うん、まあ、だけど右左で糸原を左だったら下げて、うん、はい、鍋量をサードに入れるとか、ああその相手ピッチャー先発によってってことですね、そうそうそう、いやそれで、まあ、7番に、うん、まあ、キャッチャー、キャッチャーですよね、どっちか、うん、で8番に木南にで梅ちゃんか坂本だよね、うん、7はキャッチャーですよね、うん、で6番糸原選手、原口選手の、そうだねってなりますよね、はいはいはい、レフト、ま、あれレフトは、いやレフトは前川かノイジーでということは6番に前川選手かノイジーっていうことになりますか、うんうん、これ3番に、うん、やっぱ渡辺亮選手っていうのはやっぱ右を入れたいね、どちらかというとね、ああそうかそうかそうか、うん、そういうこと、そして4番には森下選手っていうこの大役っていうのは、うん、まあ、大役っていうか思い切りがいいじゃん、うんうん、だこの近本選手の4番と森下選手の4番だと相手ピッチャーっていうのは捉え方って違うんですか、まあ、4番じゃないよね、うん、だどういうシチュエーションで近本を迎えるか、はい、どういうシチュエーションで森下を迎えるかによって、うん、やっぱ全然違うよね、まあ、例えばそのランナー一塁で近本を迎えた時に、はい、じゃあ相手は何を気をつけなきゃいけないかというと、うん、打順じゃなくて、うん、1、2塁間を抜かれて1、3塁を作らせたくないっていうことは考えるよね、はい、で同じランナー一塁で森下、うん、これ一発だけで2点失わないようにしとかなきゃいかんなとか、うん、長打だけは気をつけなきゃいけないなとか、はい、だからその迎えたシチュエーションでやっぱ全然違うよ、だから打順云々じゃないよね、そうですね、確かにそうですね、うん、それかと思うけどな、だから近本が一番に一番出てた、4番森下、うん、何気をつけるって言ったらやっぱこう近本の足も気をつけなきゃいけない、はい、で森下のその長打も気をつけなきゃいけない、うん、まあ、そういうことです、あそっちの方が嫌ですね、うんうん、だから大山里輝がいないんだったら、うん、まあ、こういうことが考えられるかなっていうふうには思うよね、なるほど、そうですね、その、まあ、ノイジー選手もね上がってきたので、うん、まあ、そこね使われるのだろうとは思うんですけれども、うん、その前川右京選手、ノイジー選手はもう先発の右左でそこは臨機応変にっていうところですよね、うんうんうん、だからまあその左右でもね、うん、まあ、ちょっと変えなきゃいけないのかなっていうところはあるけどもね、うんうん、
これ他に例えば今2軍にいる選手だったら若手の選手と小野寺選手だったりとかあと井上選手とか本来だったら上がってきてほしい選手っているはずなんですけれどもなかなか出てこない、うん、まあなあ、うん、まあさ昨年の暮れから野口って言ってて、そう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 全く出てこないし、そうなんですだから、まあ、育成というか成長率も低いしな、はい、だからまあ 現在で戦うとしたら、まあ、こういうことになってくるし、うん、今のメンバーにね、はい、まあ、言ったメンバーになってくるしだからでもそのメンバーで戦えないかといったら十分戦えるからね、まあ、そうですよね確かにあとはその代打が必要になってきたっていうところの後半の試合後半で、まあ、代打を必要としないようなゲーム展開だといいんだろちょっと今のいやいやだっていや分かんないじゃんそうですねこれで得点取ればいいんですもんねそう例えば8対0とかいや無理して代打使う必要もないでしょそうなんですよね、まあ、誰かしらいるよいますかもうそれは置いとくしかないそうです、まあ、どちらかというと、まあ、糸原でも原口でもどっちか使うとしたら一、うん、人は代打に回るしね、うん、はい、で前側とノイジーどっちか使うとしたら、うん、だから2枚はいるじゃん代打確かにそうですね代わりの選手はだからそんな気にする必要ないないかそう坂本梅ちゃん、はい、どちらかが代打で回ったっていいじゃん確かにそう言われるとそうですね、うん、だからまあそんなに深刻になることはないと思うあとは、まあ、巨人はその、まあ、もともと小川選手が抜けて外野手出てこなくてでヘルナンデス取って当たったと例えば、まあ、阪神なかなかノイジー選手やミエセス選手が今シーズン思ったような活躍をしてくれてないこれは補強とか例えばトレードとかそういうのはワンチャン あるんですかどこ変えるいやそこなんですどこ変えるとなると外野手もあれだし、ね、外野手争いも前側がいてでしょ、はい、森下選手もいるし言えば里取りをもう一回外野に戻そうかっていう、ことも俺は中では考えてると思うようん、だけど動かせないっていうのはやっぱそこに競争相手がたくさんいるし、はい、動かすと他が死んじゃうっていうことがあるよね確かにそうするとじゃあファーストの山選手をサードに持ってきてそうするとファーストがいてそこに補強のなんかとかね、うん、まあそれは考えられるけど、まあ、外野が育たなくなりますよねでもそんなに動かすリスクをしょうがなくてもいいんじゃないかなっていうのを気はするけどねそうか、まあ、十分にね今いるこういったメンバーの人たちで得点いけるといけるって実力あるから、うん、数字持ってるから彼らはそうなんですよね本来だからバタバタするなって言ってんじゃんバタバタするからおかしくなるって確かにこれでいって、うん、この交流戦の終わっても本当にロースコア1点2点しか続かなかったらちょっとワンチャン考えるっていうのはありですかそれともこれでやっぱり今シーズンでもね打てるようなやつは出さないよ他の球団そうなんですよねそりゃそうだ他のところもあんまり打ててないんだもんだってそうか今さら海外っていうこともできないでもさ今ゲームあの動画撮ってる現段階でね、はい、まあ阪神は3位でしょそうです、ねうん、中日は上との何ゲーム差あると思う ありますねゲーム差あると思う、ね、何ゲームだと思う4? あれ 4?違うよ 3? あれだけうわ今日勝っとかねいかんかったなって言ってても3しかないんだよ言えばだからそんなに悲観することあるかっていうことで勝負はまだ先だろって、うん、あまあ確かにそうですね10月9月ですもんね、うん、まあそうだな、まあ、8月だな8月かまあオールスターまでにどういう状態でいるかっていうことは大事だけども、うんうん、だけどまだ我慢は効くじゃないまだ大丈夫全然大丈夫だよ何まあ言えば巨人ぐらいだよね、うん、ちょっと安定してて今一番だけど点が取れてないっていつひっくり返るか分かんないじゃん、うん、だからそういうまあ危険性を含めた上位3チームがこういる確かにだから下位だっていくらでもチャンスがあるから、うん、だから今何を整えなきゃいけないかって言ったら、うんうん、やっぱベストになるように整えなきゃいけないということだよね今いる中で今もう目先の一勝取るよりも先の5連勝6連勝を取っていった方がいいと思う、うんはいなんとかこの試合はなんとかもう破れかぶれでいいみたいないやでもそんなね戦い方って続かないから結局はでもやっぱ追われる身って嫌ですね、まあ、嫌だよね3ゲームがもう1ゲームとか 0.5 ぐらいしかないんじゃないかって多分思ってしまうし追っかける方はうわ3ゲームってまだ遠いなって思うんですけどなんかそう、うん、だって3連勝したら並んじゃうんだよって考えると阪神もポジティブにいこうよウカウカして
らんないとか思っちゃうんですよね。だから阪神は現在大見だから。あ、まあそうですね、上をね。いいじゃん。そっかそっか。それは巨人だよ、嫌なのは。巨人が今一番嫌なんですかね。まあ嫌なことはないよ。いや、これでよくこの順位にいるなっていう感覚に阿部監督はいると思う。もっともっと話せるなっていうふうには思ってる、逆に。でも危険度も感じてると思う。まあ、危機感も感じてはいるんですね。そうだから、なんていうの、まあ、阪神は早くそのベストを組めるような体制を整えないと、まあ、いつまでたっても苦しいということで。そうですね。あとは豊さんがおっしゃってる、とにかく里寺はもう上に上げて即使うと、そうで、小山選手ももう何も考えずに一 回リフレッシュしたらね、もう上げて使うと、そこでも辛抱強くすれば去年の優勝、ね、メンバーのオーダーだから、そのメンバーはそのままで、打順は変えてもいいと思うんだ。大山が4番、あ、今年はちょっと務まんないなと思ったら、まあ、例えばその里寺でもいいし、里寺4番でっていう、で最初の構想は岡田さんは里寺って言ってたんだ、4番里寺って言ってたんだから、もう就任当初ね、はいはい、いやあいつしか4番ないよなみたいな、そしたら大山になっちゃっただからやっぱね、人の考えってコロコロ変わるし。そうですね。いやだから、まあでも使う人員っていうのは、でもそのベストを組んだ時の人員でいいと思う、でもこの若干の修正っていうのはあるから、はい、だからまあ若干の修正にしといた方が俺はいいと思うけどね。今みたいな大幅なっていうのはちょっとリスクが先々あるってことですよね。もうそれかもう足の速いの全部並べちゃってさ走れ走れと、上田とか熊谷とかさ今日スタメンスタメンだみたいな。だからもうあの1番上田、2番熊谷、3番中野、4番近本もう引っかき回してやるとかさ、もうそれはありですよね。いやだからもうそう やるんだったら中途半端やめといた方がいいよ。そうだからいいピッチャーがたくさんいるし、はい、そんなにチャンスもないし、打てない打てないって言ったら阪神だけじゃないから、他のチーム打てないから、まあ、そうなったらもう足でこう引っかき回してやるって、もうそうですね、ああもう足の速いと全部並べちゃうもう怖さ、もう走る走るで、いや本当に、まあ、それもそうですね、ここまで得点ができないんだったら、まあそれは極端な話でね、まあ、そういうこともまあ一つの例としたら面白いかなと思うけど、はい、まあ、阪神はやっぱ昨年日本一になった実績もあるし、はい、そういうオーダーがびっしりきっちり残ってるわけだからさ、はい、だからそんなにね、バタバタする必要もないんじゃない。巨人が VQ やった時でもほとんど変わってないと思うよ、メンバーはね。まあ末次さんが5番、でもそこに柳田っていう選手が入ってきたとか、まあ、キャッチャーは森さんで、ショートは黒井さん、セカンドは土井さんって、そんなに変わってないよ。1番柴田、2番高田みたいな、はい、だからそんなにね、いやこのままじゃ勝てないとか、ね、連覇はなんか新しい地が必要だとか言ってても、俺 VQ の時はそんなに変わってないと思うよ。もうそんなね、恐怖におののかなくていいと思うよ。いいや、そのまま行きゃ、ね、もう誰に何を言われても信念貫き通してですよね。若干の変更はあったとしてもさ、それが新しい地になればいいしさ、はい、だから早くベストをね組めるようになるといいなと思うけどね、はい、そうですね、はい。